さっきの配信でスパチャを無駄にするし、ヒルキク口はますます悪化し、前からヒルキッズと言われている新人生が集まらないですその中で安倍氏、安倍元首相暗殺というショッキングな事件があり、その関連で統一教会とかいろいろ興味があきました。えー、まずは違法,行違法行為をするような宗教団体の税制優遇を排除したりしてないとだめですね。酔っ払う前にこの話をしてください。まずはスパチャを無駄にしたりさ。お願いします。すみませんでした。今回のタイトルをリトマス試験紙っていうのにしたんですけど、 統一、まあ、教会っていうのがもともと結構その霊感商法というのをひどいことをやっていたよねっていうので,で、まあ、あのオウム真理教っていうあの宗教がひどいことをやったのよねっていうのは、まあ、多分教科書にも,もう載ってる話なので、まあ、あの有名な話だと思うんですけどでその当時、まあ、あのいろんな宗教が結構悪いことをやっていて統一教会も霊感商法っていうので、まあ、そのなんかあなた呪われてますよ的な脅しをしてあのなんか高いこうハンコとか術とか買わせるみたいな。 でもなんか、キリスト教なのに、実を買わせるとか、なんか矛盾してねえみたいなんですけど、まあ置いといて、で、一応そのキリスト教としては、その、統一教会はあの本来のキリスト教とは全く関係ありませんよっていうのは言ってたんですけど、まあ、とはいえ、そこであの信者の人たちがいて、で、そのお金を巻き上げられていくっていうのがあったんですよね。 で、あの、まあ、オウム真理教が、まあ、あの、解体になって、で、その後に次は、じゃあ、統一協会だよね、っていうふうになっていたところ、あの、統一協会の捜査が行かなかったと。そで、それの10年後に、なんで統一協会の捜査をしなかったんですかっていうのを、警察の幹部に、あの、有田さんっていうジャーナリストの人が聞いたら、まあ、政治的な圧力があったからできなかったんだよね、っていう話になりましたと。 で、まあ、もともとただ、その統一協会っていう悪名は高かったので、なので、その統一協会って言ったら、まあ、悪名高いところねっていう感じで、で、あの、公安調査庁の重点監視対象にもなってたんですよね。で、ところが、あの、第一次安倍政権の時、2006年に、えっ、ー、と、山なんとか恵里子さんっていう人が公安調査庁の長官になって、 でその人が、えー、と公安調査庁の,あの重点監視対象から統一協会を外すっていうのをやったんですよね。で、その,、まあ、あの,その公安から監視されなくなって、で2015年に、えー、と第2次安倍政権の時にあに、統一協会っていう悪名が高いので、名前変えたいですっていうのを毎回統一協会で言ってたんですけど、じゃあ名前変えていいっすよっていうのをやったんですよね。 で、その下村博文さんっていう人が文科大臣の時に、っていうので、まあ、割とその統一教会が結構、政治的な影響力が強いっていうのがあるんですよね。で、あのその日本全国の信者の数でいくと、統一教会ってそんなに多くはないんですよ。あのまあ、あの創価学会の方が信者多いんですけど、だって創価学会って、公明党っていうあのまあ政党があって、であの投票して政治家どんどん送り込むっていうのをやってて、で、今は与党になってるんですけど、 で創価学会みたいにその信者は多くないんですけどあの金があるのと頭がいいっていうのがあってでその統一教会の人たちっていうのがその政治家のお手伝いをするっていう無償でお手伝いをするっていう形で、まあ、あの政治家と仲良くなるっていう作戦に出たんですよね今回あの参議院選で音武忠宏さんが東京都で出馬したんですけど東京都にあの選挙のポスターを貼るっていうまあその 看板が東京都中にいっぱいあってでその看板が1万個ぐらいあるらしいんですよでその1万個の看板に選挙を、まあ、選挙期間中に2週間とかの間に全部貼らなきゃいけないんですよなのであのとてもじゃないけども普通できないよねっていうので,そうで無料で手伝ってくれる運動員っていうのを割とその、まあ、統一教会の人たちは貸してくれるんですよ。 まあ、貸してくれるというか、手伝いますって言ってきて、統一協会だったみたいなのがあるんですけど、で、まあ、その選挙が終わったとかでも、まあ、そんなにいろんな、その、ちょっとした仕事とかを手伝ってくれる人っていうので、ずっとその、政治家と仲良くするっていうのをやるんですよね。 で政治家の名称をもらってその秘書の名称をもらって動く人もいるんですけどでそれも無償でやってくれるから政治家としてはすごい便利だよねってなるんですけどあの実はその政治家の秘書を無償で派遣する行為というのは寄付にあたるということになって公職選挙法的には違法になる可能性が高いんですよ。 まああのなんか例えば建設会社の人たちがその社,員の給その社員を秘書として送り込んで,でそこの秘書の給料を払ってるのってやるとじゃそれってそのまあ本来その政治家が払わなきゃいけないお金をその建設会社が払ってるんだからその金額は賄賂と一緒だよねっていうので本来やっちゃいけない行為っていうことになってるんですよ。で、まあ、ふわーっとその政治家の,なんかあの手伝いをしてますっていうのでいつの間にか秘書っていう行為になっててっていうふうになると。 その公職選挙法違反の秘密を握ってる状態になっちゃうんですよね統一教会の側が。で統一教会の,その政治家に潜り込んだ人たちっていうのが、まあ、一説によると50人ぐらいで一説によると100人ぐらいいるって言われてるんですけどでその人たちがその集まって会合してあのこの政治家にはこういう弱みがあるよとかっていうのをお互いに共有してるみたいな状況が、まあ、あの割と20年以上続いてたっぽいんですよね。 でこれは別にそのまだあのその全体像が見えてるわけでもないし別にそのなんかじゃあその全ての真実はこうだって分かったわけではないのでなのでその人によっては言ってることが違うみたいのはあるんですけど、まあ、そんな感じでただ、まあ、あの政府の方には割と潜り込んでいますと。